まあ、私に誕生日プレゼントですか？こんな贈り物をいただけるなんてすごく嬉しいです。いらっしゃい。今日はどこに連れて行ってくれるんですか？ユーフェミア副総督、誕生日おめでとうございます。というわけでね、本日10月11日はユーフェミア・リ・ブリタニアの誕生日ということで、久々でございます、誕生日動画。まあ、一回ドロテアの分飛ばしてしまったので、まあ、10月はね結構誕生日あるんですよ。ありがとうございます、チケットありがとうございます。毎日ご苦労様。最近張り切ってるわね。最近じゃなくても張り切ってはいるのですが、で、まあまだね、達成しているようですね。8章なんですけども、8章開幕イベント中なんですけども、この辺ね、ただこれ今日までなんですよ。で、今日の、メンテナンス明けからこう陣営ごとのピックアップですね。これ、ここら辺が来るということで、まあ、同じの引いてもしょうがないと思うんで、こちらにね、照準合わせてこうかなと思うとるんですわ。というわけで、まあ、一旦ね、これ日付変わってすぐ一旦起動したんですけれども、次は、メンテ明けにね、ギュッと時間を飛ばしまして、メンテ後に、ガチャの動画、撮っていこうと思ってます。で、この1日1回無料も引かないといって、次のねガチャまで一気に時を飛ばしたいと思います。調子はどうだい？今日も1日よろしく頼むよ。はい、というわけでね、無事アップデがメンテが終わってね、アップデが完了しましたので、じゃあ見ていきますか。まあ、今回はチャレンジイベントですね。チャレンジイベント。また属性所属勢力縛りか。勢力縛りなんだけども、勢力縛りのチャレンジですね。また特攻パイロットあんのか？まあ、このようにミッションの報酬があるので頑張ってねと。で、前回と違って、今回は、その、勢力を絞ったピックアップスカウトが、追加されてるんだけど、これ多分なんだけど、これが出やすいってだけで、要はその黒の騎士団勢力ピックアップスカウトをやったら、他のブリタニアやアッシュフォード学園のやつが出てこないではないと思うんだよね、これ。これはね、かなりのに闇ガチャだと思ってる。これはかなりの闇ガチャだと俺は思っているよ。まあ。で、あなたにプレゼントが届いているようです。その前に。早めに中身を。昨日のね、ロススト通信で、まあ、このイベントが終わった24日までだっけ？からは多分ハロウィンイベントが来るんですよね。ハロウィン系のイベントやるよって話はしてたので、これ何日までって書いてあった？23日でしょ。で、24日のメンテ後にハロウィンイベントが来ると思うんだよね。だから言うなれば、まあ、ダイトもそんな使いたくはないよなっていう話でね。で、私はそんなに、いや、本当はカレンが欲しいけど、黒の騎士団狙うにしてはね、線が細いんで、だってこれさ、ちょっと一回このスカウト詳細見てみますね。で、この提供一覧を見ちゃってもさ、こいつらが 0.5% くらいの可能性で出るってことでしょ？
他のやつ出ないの？うん、だよね、だよね。お前たちもいるんだよ。そうなんだよね、そこが闇なんすわ。結局 0.4% こいつらが出やすいよっていうだけで、ピックアップされてないやつらも当然のごとくいるんですよ。こいつらも出るんでしっかり。だから逆に線が細すぎるなって気はするんだよな。一回やるか。でもで、私このブリタニアですね、ブリタニア勢力、まあ、言うなれば全くこのナイトオブラウンズガチャに全く導かれなかったんで、ラウンズのね、はい、持ってないで、持ってないと、一応ピックアップされてる中ではユーフェミア、ビレッタヌー、スザク、星用の可能性はこっちの方が高いんで、まあ、ただパーセンテージ低、これ闇ガチャだな。これ多分ね、相当困ってる人以外はやらんでいいと思うけどね。ショート学園ガチャはかなり闇だよな。で、まあまずは運試しに放置しといて、この1日1回スカウトをやりますか。まずはよし、運試し。どうかな今日の運は。これでチェックだ。なるほどね、ルルーシュ。全然いい気がしないな。コモンだね、60でしょ、サブ68でしょ。チップの前は7枚か。まあ1回引きましょう。まあこいつが闇ガチャだってことを。まあ多分ね、特に何にも出なくて終わると思うんだよな、さすがに。まあ1回だけこれ引きます。で、あとはやはりね、待ちましょう。ハロウィンイベント、ハロウィン限定が絶対強えんだ。よし、一回いってらっしゃい。なんか来い。なんか来い、取れ高お願いしまーす。条件は全てクリアされた。やはり特に何もないか。演出は来てねえな。これで全部ブリタニア軍かどうかも楽しみだよね。もうブリタニア軍じゃないの来てるし。闇です。これは引く価値なさそうだな。この演出はめっちゃかっこいいんだけどな。で、まあ星3欲しいのがある人は狙ってもいいのかもな。若者が思い悩んでいる時は支える、それが大人の役割ってものさ。1枚くらいあったっけ。まあそうだね、ここら辺 QL とか揃ってない人はでもだいぶ混ざってたからな。モラトリアムできるうちはね、死んだもん勝ちなんだから。そうだよね、でもすでに該当しないやついたもんな。
や、これはあんまり。ある程度回せる余力がある人で狙いたいっていうのであれば回すはありだと思うけど、そうだね、この辺のラウンズ揃ってない人はやってもいいのかなって気がするわ。ただ5枚10枚中違う、11、2、3、4、まあ、半分は別勢力のやつが出てくると考えると、そんなにこれを追い求める理由はないかな。そんな気がするわ。これなら多分あなたにプレゼントが届いているようです。間違いなく早めに中身を確認してください。待った方がいいと思う。ハロウィン待った方がいいと思う。まあ、確実にハロウィンは来る。クルギ教の話では、で、落ち葉で芋を調理する方法があるそうです。24次にハロウィンのイベントが来る。今度で、おそらくね、もうすぐハーフアニバーサリーも迫ってるんで、まあ、ハーフアニバーサリーはさすがに優勝を桜ダイトのイベントだと思うけど、もう含めてね。で、まあ、東堂、星4とかも来るだろうし、次の。いや、これは。いや、他が出ないならまだしもね、結局他の陣営も普通に顔出してくること考えるとちょっと厳しいな。みんなとの思い出というわけでね、ユーフェミアの誕生日動画プラスアルファピックアップガチャでしたけれども、やべ、ちゃんと調べてなかった。次誰だったっけ。次はね、俺の記憶が正しければ10月14日クロビスじゃない？違う誰だったっけ。誕生日、みんなとの出会いが増えてきたね。誕生日誰だったっけ。落ち着け。10月25日ナナリーは間違いない。うんうん、いやでもね、10月結構いたはずなんだよな。10月結構いたはずなんですよ。俺、クロビス違ったっけ？で、アーニャも10月なんだよね。見れないんだけど。見れないんだけども。あれ、誰だったっけ？ 10 月。10月おったはずやぞ。あ、クロビス違ったか。4月1日って、4月1日だったっけ。4月1日って玉木とかじゃなかったっけ。あ、玉木は3月3日か。というわけで、多分ね、そんなに10月14日生まれ誰かいたよな。10月14日生まれの方すごい、誰か10月14日生まれの方いたんだよな。新しい思い出が増えたら私と一緒に見ようね。10月16日生まれの方誰かいたはずなんだけどな。話はね、近いうちに、まあ、いつもは、まあ、これ編集で入れときます。編集で分かった誕生日のやつ入れとくんで。起きてまーす。ということでね、まあ、ぜひねチャレンジイベントやって、まあ、ミッションをクリアすることでね、強化アイテムもらえますんで。私自身が目を光らせる必要があるのです。モニカがすげー喋ってんな。ということでね、今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。